株式会社 RE経営 の島田です。今回のですね動画はコンサルタントの見込み客って一体どこにいるんだと、でまあどのようにね巻き絵をすればいいのかという話なんですけども、まあでも最終的には下に書いてるところですね、結局顧客開拓っていうのは地道のコンテンツを出し続けることしかないんだよなという話に今結局帰着するわけですね。まあ、コンサルタント企業をねしたばかりの方とか、これからコンサル企業をまあ考えている方、やっぱり最大の課題は見込み客の開拓ですよね。でまあ顧客さえいれば提供できるコンサルティングサービスはいっぱいあります。ですが肝心要の見込み客がいないと、もうこれが一番怖いんですよね。だから結局不安と心配が頂点に達して自信欠如にまあなっていくわけです。じゃあどうすれば見込み客って開拓できるんでしょう。まあ、これはもう本当大きな課題です。まあ、一般的なですね、コンサルタントが行っている見込み客開拓の実情と課題、ちょっと整理してみました。まず第一番目で、ね、メルマガ、SNS 投稿すれば見込み客は増えるかということですね。まあ、アクセクメルマガを書き、Facebook やインスタに記事を投稿するという方多いと思います。まあ、私自身もこれを続けています。しかし果たしてそこからオファーがどれぐらいあったのかと、ね、メルマガ、SNS 投稿はあくまでも情報提供であって、そこからいきなりですね相談や質問があるケースというのはやっぱり稀かなと思いますね。まあそれでも継続することは大事なんです。なぜならばそれは信頼感が高まる、これは事実ですからね。でここでのポイントというのは、まあ、この動画でもね何回でも言ってますけども、無料ダウンロードや YouTube 動画を案内してリストを作ることに専念してほしいということですね。このリストを作るために記事をしっかりご自分の専門性に応じてね書き続けることが大事なわけですね。これはもうほら配信コストもかからない、まあ、誰でもやってることですから。じゃあ次ね、2番目、 SNS 広告をすれば見込み客って果たして増えるのかと。まあ、Facebook 広告、YouTube 広告、Twitter 広告、まあ、いろんな広告機会が今ネット上にはございます。これを行うと見込み客からオファーが果たして来るかということですけどね、これほとんど来ないんじゃないかなと。ね、というのが、やっぱり広告というのは見込み客リストを集めるための手段ですから、ね、だからいきなり広告で、有料セミナーを例えば売ったり、コンサル商品を提案しても、これは売れません、正直なところ。でそのリスト集めのために電子書籍やテンプレ、無料ダウンロード、こういったのの広告をする方が得策なわけですね。まあこれは実は広告ですからそこそこコストがかかるわけです。じゃあね、3番目、ファックス DM すれば見込み客増えるか、ウェブを使わずにリアルなファックス DM という手段がこれあります。まあ、実際ねその名簿にそのファックスを送るわけですけども、これ昔から1000密と言われて、1000通送って反応が3つと昔から言われてますね。まあ今はそのファックスもですねプリントせずにドキュメントでもう削除できますから、1000密以下かもしれないんですね。まあしかしその知り合いとか名刺交換したところとか社長名をしっかり書けば、まあ届く確率は高くなります。まあ新規開拓ね、新規ならそう簡単に届きませんけども、配信コストも安いので、まあ、魅力的じゃあるかもしれませんね。じゃあ次ね、4、セミナーをすれば見込み客が増えるんでしょうか。まあ、結論から言うとミニセミナーは継続すべきでしょうと思いますね。仮に参加者が2名であっても、またズームセミナーなら会場コストもかかりません、ね、でこれ結局ね、セミナーって参加者の数じゃないんですよね。セミナーをすることによって関係性を構築して受注につなげている方が非常に多いんです、今でも。ただ刺さるセミナー企画とかじゃない限りで反応がない。まあ、正直セミナー疲れの経営者も多いしね、ちょっと縮小気味ということも理解しておかなきゃならないですね。まあ、専門性や他社と差別化しているコンテンツやブランディングがないとちょっとセミナー集客も厳しい。だけどセミナーはやり続けた方がいいというのが結論ですね。5番目、小冊子、電子書籍を出せば見込み客が増えるのかと。まあ、小冊子、電子書籍というのは、まあ、少しでもね関係性のある方に出すことでは、
まあ、次の展開に可能な方法であります。小冊子、電子書籍、これを無料ダウンロードや希望者へ郵送することで見込み客の育成の最初の一歩になることは間違いないわけですね。まあ、だから私に言わせればこれをしない理由は分からないということですね。コンテンツさえあれば受注機会ができますからね。だから私なんかも電子書籍たくさんやってますし、たまに実物の小冊子も印刷して送るケースがあります。じゃあ6番目、出版すれば見込み客が増えるかと。まあ、出版したかといってね、即オファーが来ることはまあそう多くないでしょうけども、ただ本を出すことで社会的信頼感が出てブランディングになるのは事実ね。で、ただまあよく言ってるのは、1回ぐらい出してその次がなかったらばすぐに埋もれてしまいますから、出すなら3部作ですね。まあ、本があると、問い合わせに無料プレゼント等の企画もまあできますから、リスト集めにもなるし、あとその各種団体に講師として私を使ってくださいという時に、ダイレクトメールの中に本を入れるということで、まあ、オファーが来やすくなることも事実ですね。はい、あ、こちらはですね、もう2023年度の協調者も募集締め切りました。もう5名が決まりましたので、これはもうなしになります。で、結局何かを継続してこそ成果が出るということですね。まあ、結局どれか一つじゃなくて、いくつかを継続して行うことが大事なんです。で、今後ますます重要になってくるのがコンテンツの作成継続なんだということですね。このコンテンツというのはやっぱりコンサルタントの専門性とか USB に沿って出し続けるわけですね。継続することで何らかのオファーが来るというのがこれ事実です。まあ、だからね、一気に顧客が欲しいからといって広告に費用をかけたって、結局継続配信するコンテンツがないとリストも生かされないし、そう簡単に増えませんよということですね。まあ、見込み客というのはどっかにはいるんですけども、コンテンツを配信し続けない限りはなかなか来ないんじゃないかというのがこの話の結論でございます。はい、では以上です。